トゥールビオン、トゥールビオン、トゥールビオン。フランス語で、ウズノイは、懐中時計など下半で任意の姿勢を取り得る。任意の方向に重力による加速度がかかる、機械式時計において、内部の一部の構造全体を回転させることにより、姿勢差による系統的なズレをキャンセルし克服する機構内視、それを採用した時計、及び特にその中心部である、そのような脱身機のことである。 ツールビロン、タービロンとも呼ばれ、フランス人度形詞アブラームイコール、ルイブレゲの発明がその講師とされている。部品の点数が増える、各部品を極めて軽く発高精度に作らなければならない、微妙な調整が必要で組み立てに高度な技術を要求される、一本製作するのに長い、時間がかかるなどの理由で、ツールビオンは非常に高額であった。そのため長らく、 パーペチュアルカレンダー、ミニッツリピーター等と並ぶ最高級機械式時計の代名詞の一つとなっていた。しかしながら2000年以降、生産技術の発展等により量産され10万円未満で入手可能になるなど、コストダウンの方向に進んだトゥールビヨンも現れ、他方、高級モデルの中にはキャリッジを立体的に回転させるものも現れるなど、多様化が進んでいる。 高精度なクロノメーターなどは、ある程度の動揺は受ける前提であるものの、基本的には扇室などに固定され、一定の姿勢、大抵は水平が保たれることを前提としている。これに対し海中時計などはしばしば縦にされるため、脱進機の構造上避けられない、バランスの偏りが重力の影響を受け、具体的には12時を上にした時と6時を上にした時で震度が異なってしまう。 このような時計の置き方による精度の狂いを姿勢差と呼ぶ。トゥールビオンは4番車の上にガンギ車とアンクル、テンプ一式を取り付け、脱進機全体が回転、通常1分間に1回転することにより、垂直方向の姿勢差を分散、平均化させてこの問題を解決するものである。通常の時計では、高箱車、1番車、動力源となる。 主前前を格納すると同時に、地震の動きを制御2番車、60分で一周し、分震の動きを制御3番車、2番車と4番車の、間折り持つ中間車4番車、ガンギ車に絡み、60秒で一周するように、調速される。秒針を回す脱震調速器、ガンギ車、アンクル、テンプ、ヒゲ前前からなり、4番車のスピードを制御し、主前前が、 一気にほどけることも防止するという具合に気候が連なっている。トゥールビオンでは脱進超速機一式を回転するキャリッジ、KG コールカゴに収める。上記の歯車のうち四番車はキャリッジの下に固定される、動かない。その四番車のさらに下で通常は中間車に過ぎない三番車がキャリッジの回転軸のかな、カナイコール小歯車、ピニオンと模うに絡み、 キャリッジを回転させる動力を伝達している。そして、ガンギ車と同軸にある、ガンギカナが、キャリッジ下の4番車に絡んでいる。ガンギ車が回転すれば、それに応じてガンギカナも回転する。そして、ガンギカナとガンギ車は同調して回転しながら、固定された4番車の周囲を巡ることになる。その動きに連動して脱進機を収めた。 キャリッジ全体の回転が調速される機構になっている。現在の時計の場合、このキャリッジは1分で1回転し、スモールセコンドの役割も果たすことがある。なお、ブレゲが発明したトゥールビオンは4分で1回転だった。精度を司るメカニズムである、脱進調速機が、こうして回転するため、時計が一つの姿勢に固定されていても、 脱進超速機にかかる重力の方向は刻々と変わることになり、影響も分散されることになる。特に重要なのは、当時性を生み出すテンプの動きを立する、ヒゲゼンマイである。重力が一方向からかかり続けると、ヒゲゼンマイはその方向へとたわみ、変形を生じ、規則的な動きイコール当時性が阻害されるようになる。このように重力の悪影響を打ち消せることが、 トゥールビヨンの最大のメリットである。それゆえに、ポケットの中で長時間かつ、任意の姿勢となってしまう懐中時計において、クォーツ時計が発明されるまでは精度を追求するために有効な機構であった。ブレゲがトゥールビヨンを発明した時期は、はっきりしないが、1801年6月26日にトゥールビヨンの特許を取得している。 その時代はまだ腕時計が登場する前であり、携帯用の時計とは、懐中時計のことであり、懐中時計は携帯中でもポケットの中で、同じ姿勢が保たれるため、姿勢差の補正は、有効だった。初めてトゥールビオンを腕時計に搭載したのは、フランスブランドので1930年のことである。その後姿勢差減少を目的に1947年に、オメガ、 1948年にパテックフィリップが相次いで開発し天文台インクールに出品したが腕時計は小型化が難しい上懐中時計と違い様々な姿勢を取るため一方向の姿勢差しか補正できない当時のトゥールビオンの成績は悪く精度追求の手法としてはテンプの体系化や更新動化が主流となったさらに1960年代末からのクォーツ革命により 機械式時計と共に衰退した。1983年に時計ブランドとしてのブレゲ、当時は正名がブレゲのブランドを所有していたがトゥールビオンを腕時計で復活させて、以降、1980年代後半からの機械時計ブームに乗って見せる目の高級機構として復権を果たした。この頃には製造できる時計師は世界で10人しかいないとわれ、 製造、販売できるのは高級時計メーカーに限られた。その後は、工作機械の高性能化もあり、トゥールビヨン腕時計の精度も大幅に向上した。近年になって、多数のメーカーが製作するようになり、1992年には、イサム・オーバーがアジアで初めてトゥールビヨン腕時計を作成、バーゼルフェアで発表した。日本では2005年に、 ケンテックスが自社製のトゥールビオンを五十万円台で発表。二千九年には独立時計師の浅岡はじめが初めて製造に成功しブルータス氏で発表した。さらに二千十六年には成功の高級部門クレドールが初めてのトゥールビオンモデルを発表。香港では二千年からトゥールビオンを手掛けていたウィリアム・サム・チン・ケイリンが二千十一年に ツールビヨンに特化したメモリジン1万機線を設立し、ディズニー、ワーナーブラザース、ハズブロやマーベルなどとコラボレーション。スーパーヒーローをテーマとしたハリウッドモデル等を数多く手掛けている。現在では中国製の10万円以下の低価格帯の量産時計にも搭載されている。2016年、タグホイヤーがクロノメーター認証を受けた。 トゥールビオン搭載クロノグラフ、カレラホイヤーレイニティを170万円台で発表し反響を巻き起こした。スイスのメーカーにおいてはこのような低価格化と立体式やダブルトゥールビオンなどの高価格化が同時に進行している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。